さあ、あとは、イエス・アイ・アム君、ミラノサッカー始めてみたけど、デスト結構1列前に出て、後ろ3バックみたいな形取るシーン多いんですよ。僕もデストがスタメンから出てる試合初めて見ましたね。そう、デストに関してはちょっと、あれですけどね、今のミランの後ろからのビルドアップの型がないサッカーでやらせるのかわいそうですけどね。ミラン、後ろからのビルドアップの時にさ、まあ、初期配置は4-2-3-1なんだけど、左肩上がりで、まあ、こういう3バックになるんですよ。あ、逆、そう。右肩上がりで、こういう3バックなんですよ。で、バロトゥーレ、トモリ、カルルかなっていう形になるんだけど、ここの3バックが開きすぎたり閉じすぎたり、パス出した後にコース作り直さないなんかザラだから、もうバンバンはまるんですよ。はまるし、こっちで詰まった後こう作り直せないみたいな。で、そういう中でもつなごうとするから引っかかってカウンター食らってみたいな。あんなに整理しない状態でビルドアップさせるならやらせない方がいいですね。で、デストに関してはここで、この右の選手までパスコースがつながんないまんま、こう中央のオバメヤンに狙われてる状態だったりとか、マウントとかかな。まあ、いずれにしろ狙われてる状態だから、高い位置張ってたらパス来ないし、低い位置行ったらこのウィングが張ってくんないから自分の役割なくなっちゃうしっていう。結局、前にボール出た時の瞬間的な走り込みとかいいとこ行ってたりとかするけど、後ろからゲーム作る時に、いるべき場所に入れない構造っていうか、デストが気利かせたところで、ミランそれどころじゃないみたいな、厳しいみたいな形になってますね。キーパー含めてのビルドアップもセンターバックに2枚広がってみた形だけど、そこからの、ね、2枚広がったとこからチェルシーのさ、このプレスに合わせてさ、ちょっとサイドバック内側入ったりとか、そういうのなく、普通にね、この間とか、キワキワの危ないところをダブルボランチ取ったりして、ここにパス通そうとするから、あ、いや、危ないみたいな、ヒヤヒヤみたいなシーンあるんで。現にそういうふうにビルドアップの安定感のなさからカウンター食らったりとかしてましたわね。